木舟の奴隷木舟とは、栃木県宇都宮市の郷土幹部である。宇都宮市には、昔天然痘が流行った時に、黄色い舟が、市中心部の田川で釣れ、病人がその身を食べたところ治癒したという伝説がある。木舟を食べた人は、病気にならなかったが、木舟を釣るのは難しかったため、舟を模した。 縁起物のハリコを作って正月に軒下に吊るしたり、神棚に備えたりする習慣が生まれた。木舟は長さ約30センチメートルの細い竹竿に吊り下げられたハリコで、頭部は赤色、ヒレは黒色、胴体が黄色、尻尾が緑色と色鮮やかである。昔は、 宇都宮市南新町の農家の副業として多くの人が制作していたが、その後西原町の浅川二太郎と次男の浅川、年夫の二人だけが技術を継承した。二太郎の死後は、漢氷や福部の細工を手掛ける小川正信が、木舟の消失を危惧する人々の勧めで技術を継承し、従来の張り子にとどまらない商品展開を行った。小川の店は、福部。 ほらといい、宇都宮市大通り2-4-8にある。制作の手順を大まかに記すと、木舟の木型に和紙を貼り付けて1日半ほど乾燥させる。木舟の腹部を切って、木型を取り出して、切り口に紙を貼る。二皮で木舟のヒレをつけ半日ほど乾燥させてから、ヒレを生型する。五分を塗り半日ほど乾燥させる。赤、黄色などの絵の具で着色する。 毎年1月11日の初市に上河原の初主会場と宇都宮二良山の神社の参道で販売されてきた。宇都宮市内の物産店でも販売するようになった。通常は、張り子や奴隷であるが、ストラップ、キーホルダー、ハンチング棒、鯉のぼりなどの派生品もある。木船を模した最中やご当地、キ手や日本酒の銘柄としても使用される。 新型コロナウイルス感染症の流行を受けて作られた練り切りの木船宇都宮二良山の神社に飾られた木ナ2020年の新型コロナウイルス感染症の日本での流行を受けソーシャルネットワーキングサービスでは妖怪のアマビエに関心が集まる一方宇都宮市では木ナへの関心が高まっている伝統的に行われてきたように玄関先にキブナを吊るして 無病息災を祈願する人や、キブナグッズを買い求める人、SNS で、キブナ運動を展開する人、キブナのお守りを作り医療従事者に届ける人、新たに来、ブナを描いた T シャツを販売する店が現れた。キブナ運動とは SNS で、ハッシュタグ、キブナ運動をつけて、キブナ関連情報、健康管理のための情報、お店のテイクアウト情報、 新型コロナウイルス関連助成金制度の情報や、中止、延期となったイベントに関する情報など共有できる、有益な情報を発信するという運動である。イラストを SNS に投稿することも気分な運動に、含まれる。また、宇都宮市出身の漫画家、湯沢敏とは、SNS で気分なを、主人公とする、気分な係長という漫画の連載を開始した。 2021年の恋登のりシーズンには、静岡県沼津市のオフィスグルーが運営する、オリジナル恋登り制作チーム、ミススミシンが、気分な方の恋登のり、気分な登りを制作している。2021年9月27日、語呂合わせで927。医療従事者の方への日頃の感謝を含め、宇都宮民は伝承、歴史伝承周知の日として、 木舟の日を儲け商業イベントを開催している。賛同する、商店街が大きな木舟のフラッグを掲げるほか、各賛同する、お店が新生活様式を用いて、コロナ感染対策を徹底した上、木舟の日に合わせて、オリジナルセールを開催。今泉浅霞神社でも活動に賛同し、木舟の日限定御朱印を授与する。宇都宮市立南図書館では、 図書館での長期滞在による感染拡大を防止する観点から職員が選んだおすすめの本をセットにしたキブナブックを準備した。しかし図書館は臨時休館を余儀なくされた。一方、キブナへの関心の高まりから図書館が所蔵する盾松は平著の絵本キブナ物語への注目も高まった。貸し出しが不可能なため、 キブナ物語を朗読する動画を映画監督の阿鼻子、渡るが撮影し、南図書館が配信することになった。宇都宮市の宗教会では、高林寺が2020年9月よりキブナを描いたお守りの配布を開始し、宇都宮二良山の神社では9月12日からキブナをあしらった御主院の販布を開始した。その後12月には、キブナデザインのお守りも授与している。 光臨寺は、お守りから得られた収益を医療従事者への寄付や、前年の台風19号の復旧義援金に充てると、している。このほか宮野市実行委員会は、同会が主催する、宮野市が中止になった代わりの事業として宇都宮、表参道スクエアに、木船大明神と称する神社を期間限定で、設置した。ありがとうございます。